福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。うん、そうでしょうね。まあ、ですからね、ランナー1人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。まずはホークスの先発松坂がヤフオクドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。仕上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。打ちました。サード弾く。ボールを拾って先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには田中、そして一塁ランナーは西川。まあ彼がランナーですし、盗塁を狙ってきてもおかしくないシチュエーションですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。まず打ちをついてきました。ここはゲッツ、走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。走ってくると分かっていても難しい場面ですが、小宮山さんいかがでしょうか。これはもうキャッチャー素晴らしいストローイングでしたね。低めの変化線。打ちました。取った。おっと送球がそれた。ワンアウトランナー一塁となりました。記録はエラーということになりました。いやー今のはもったいないですよ。さあ一塁に先制のランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。彼はクイックが速いですからランナーは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。これが3球目。切りました。ファールボールです。打ちました。取った。二塁を送ります。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。西さん、各バッターはある程度先発ピッチャーの攻略法、データというのは頭に入っているものなんですか。もちろんね、バッターボックスに入る前に、しっかりと頭の中で整理してから入りますからね。なるほどね。ファイターズマウンドに上がるのは先発の大谷。さあホークス打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。これから1回の裏、ファイターズに選手の交代がありました。中村が打席に入ります。さあファイターズはエースが登板ということになります。さあそのエースをホークス打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。最初は変化球できました。インコース決めてきた。
ックになります。ワンボールツーストライク。これが4球目。ボールになります。インコースこれは外れます。3ボール2ストライクフルカウントになっています。打ちました。取った。アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っている今宮。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。2球目は何で来るか。1球目はボール。ボール先行です。空振りになります。ここは162キロを計測しています。インコースに持っていきました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ファウルになります。次もスライダーでいいかもしれませんね、さあここはどういった攻め方を。変化球空振り。2アウトになっています。バッターは DH 内川。2アウトランナーありません。マウンド上大谷、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。今のはよく見ましたね。落ちる球、見逃してストライクです。ワンボールツーストライクです。これはどうだ。田中、一塁アウト。スリーアウトです。この回ホークス三者凡退です。2回の表ファイターズの攻撃。4番バッター中田。ホークス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね。ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。打席には5番バッター陽松坂。まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。痛烈。これはショートライナー。打席には6番バッターハーミッタ。2アウトになっています。この回の松坂たった2球で2アウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。初球ボール。
イクになります。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。はい、低めのボール入りました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。低めの変化球は外れました。力のない打球になってしまった。中村が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。2回裏に入ります。さあホークス、この回は4番から始まります。バッターはイデホ。ホークス0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。これが2球目。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。打順は5番柳田。デッドボールのランナーが出ています。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。中途半端なバッドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、先制のツーランホームランです。ソフトバンクホークス、白球高々と舞い上がりヤフオクドームのスタンドに消えていきました。ホークスが先制しました。2対0になりました。思い切り振ったところにボールの方から当たってきたような、そんな打球でしたね。はい、小宮山さん、うまく捉えたバッティングいかがでしたでしょうか。そうですね、狙っていたのかもしれませんね。タイミングも合ってましたね。リードが2点と広がっています。順は6番松田。ホークスホームランで先制しています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。大事な場面でこれ以上にない結果を出しましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。初球ボール、さあ2球目は何か。外外れてボール、ボール先行です。高めちょっと外れたか。ストライクが入りません。ここは1球見ました。さあ5球目は何か。打ちました、アウト、ワンアウトです。バッターは7番に入っている長谷川。ワンアウトランナーなしです。初球大きく外れています。155キロです。この低いボールは外れます。ボール先行です。
さあ3球目は何か。ストライクが入りません。ここは1球見ました。スライダー決まりました。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。打ちました。一塁送球アウト、ツーアウト。打席には1番バッター本田。ホークス、この回先制となるツーランホームランが出ています。初球簡単にストライクを取ります。スピードボールを持っています。初めてお聞きします。ホークスの本田、どういうバッターなんでしょうか。まあ、ここ一番でセーフティーバントを決められる。振っていきましたが三振。スリーアウト、チェンジ。しかしこの回ホークスツーランホームランがありました。2回の裏2対0先制です。大宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。ボールになります。次が2球目。ストライクになります。ここは150キロを超えてきます。内へのボール外れました。見逃してストライクです。2ボール2ストライクです。低め外れました。フルカウントです。ライトへ。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁にランナーを許しています。バッターは大野。まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。なるほど、そうですか。まず1球目バントしました。取りました。一塁送球アウト、ワンアウト。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックス中島。ホークス送りバントで進塁を許しています。さあ点を許したくないこの場面。最初は変化球できました。左中間へ、レフトフライ抑えてアウト。三塁へ送球する。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には西川が入ります。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあ、ここもしっかり抑えてこのピンチを出したいですね。なるほど、そうですね。初球厳しいコース空振りです。
はストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど、さあどう来るか。改めてお聞きします、バッターの西川、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとは早打ちはせず見ていくタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。そうですか。次が5球目、これは内へ外れます。3ボール2ストライク。際どいがあっとフォアボールです。結果はフォアボール、ピンチを広げました。いやー、今のはもったいないですよ。最初は変化球できました。次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。次が3球目、この変化球はバットが合いません。ワンボールツーストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。2対0ソフトバンクホークスがリードしています。イッサ、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。初球ストライクを取りました。スピードボールを持っています。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。ファウルになります。またファウル。スライダーにはタイミングが合ってないようですね。ボールになります。低めは外れました。さあ7球目は何か。内への変化球は決まりません。3ボール2ストライクです。当たりません、三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って中村、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。上げられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。そうですよね。まあ、ここはバントも一つの手だと思いますね。最初は変化球できました。
2球目は何で来るか。内へ、これは決まった。あっと、そらしている。ボールを拾って、ランナー返すことができませんでした。ランナー2塁と3塁で全然違いますから、せめて右方向に転がさないと。これが1球目。まず際どいコースから入りました。際どい球、すぐに追い込みました。ボールになります。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、バッター、いい打球が飛んでいる。ランナー出ましたが、ホークス得点には至りませんでした。3回終わって2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。さあ、バッターとしても期待がかかる先発ピッチャーの大谷が打席に入ります。初球ボール、インサイド落ちました。いい当たりですが、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあ、ホークス得点圏にランナーを背負います。一発があるバッターなんで気をつけないと、一気に同点もありえるかもしれませんね。なるほど、そうですね。まあ、ただちょっと嫌なバッターが相手ですから、コントロールには気をつけたいですね。初球ボール、インサイド打った、抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。ファイターズ1点返しました。2対1になりました。ホークス、もうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て点差が縮まります。もう少し慎重に行きたかったですね。これで1点差に迫られました。ボックスには5番ヨウ。ホークス追い上げられています。小宮山さん、この後はきっちり行きたいところです。そうですね、逆転の可能性もありますからね。大事な場面ですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。打者の内角をえぐるような投球でした。さあ、追い込みました。まあ、もう一球は外してもいいので、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。見逃して三振です。ワンアウトです。打席には6番バッターハーミッド。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。
ワンアウトランナー一塁です。最初は変化球できました。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました。一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回ファイターズ点差を縮めていきます。2対1ファイターズが1点差まで追い上げました。西さん、ここまでエース相手にまずは先手を取りました。いかがですか。いい形で、ね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。そうですね、期待しましょう。再加球できました。これが2球目、高めに決まりました。ノーボール2ストライクです。夢はない。この球は外れています。さあ勝負してくるのか。インサイド変化球外れます。5球目は何で来るか。ツーボールツーストライクです。入れました、ファールボール。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。ボールカウントはワンストライクです。緩いボールを持ってきました。低め、さあ4球目は何か。ここもファールです。これもファウル。三振になります。ツーアウトになりました。打順は6番松田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、2球目打ちました。ヒットになった。ツーアウトからランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー一塁。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。には7番長谷川。さっきは苦手なインコースを突かれましたから、まあ、今度はそこをどう対応していくかですね。なるほど。さあそのコースをしっかりと見極めていけるか。
これが初球。ランナー動きませんね。スライダーできました。いやまだ分かりませんね、カウントを見て変化球を投げてきそうなタイミングで走ってくることもありますね。なるほど、そうですか。ランナースタート、ヒットエンドラン、中島が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。4回終了2対1、1点リードはホークスです。宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるものなんですか？いやもうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。さあ初球は何か。初球見送っています。スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。危ない球です。さあ3球目は何か。打ちました。今宮アウト、ワンアウトです。1番バッター大野、まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはホークスが松坂、そしてファイターズが大谷、この2人の投げ合いとなっています。最初は変化球できました。ボールになります。低めの球ストライク、149キロ。次が3球目、膝元へ変化球が決まります。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。体に近いところ、見逃し三振。インコースでしょうか。最後は見逃しです。バッターは9番中島。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、低めのボール、ここは150キロを計測しています。打ちました。セカンドうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、1点リードはホークスです。西さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか？
まあ緊張感のある、ね、いい試合ですね。ピッチャー両投手も頑張ってますよ。そうですよね。初球は何で来るか。初球変化球空振りです。次が2球目打ちました。中島アウト、ワンアウト。打席には9番バッター細川。大谷まずは先頭バッターを打ち取っています。切れていきます。ファウル、ノーボールワンストライクです。インコースバットが回ります。ノーボールツーストライク。さてバッターの細川どういったタイプ。変化球空振り、ツーアウトになっています。打順は1番に帰ります。バッター中村、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。アウトコース外れます。ボール先行です。まあ、次は狙っているボールだけを打っていけばいいですね。なるほど、そうですか。この球は落としましたが決まりません。外れてフォアボール。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。さあツーアウトですが追加点のランナーを置いています。バッターボックスには今宮、そして塁上には中村。まあここは走らせても面白いと思いますよ。ええ、どう動いてくるでしょうか。ボール先行、ランナー動いてくるか。3球目は何で来るか。これは引っ掛けてしまった。セカンド取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。5回終わって2対1、1点リードはホークスです。ここまでのハイライトです。2回の裏、ノーアウトで一塁にランナーを置いて迎えるは5番柳田。2球目を捉えました。ホークス一振りで先制。回は4回に入ります。ノーアウトで二塁にランナーを置いて4番中田、ライト線へ運ぶタイムリーヒット。ホークス1点を返されます。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。日本ハムファイターズ、打順よく1番から始まります。西川がバッターボックスに入ります。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ホークス1点リードで迎える6回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかりバッター、さあいい当たりが飛んでいる。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張られてツーベースヒットとされています。
いいバッティングされましたね。さあホークス一打同点の場面となっています。こういった場面でしっかり抑えられるかが分かれ目になってきますからね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の松坂、どういったピッチングを見せるのか、まず何を投げてくるか。小宮山さん、右打ちを阻止するためには一、二塁か、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、ライト前ヒット、田中今日の初ヒットがここで出ました。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあバッターボックスには先発の大谷が入っています。ここで追いつかれてしまうと流れが傾きかねませんから、リードを守りたいですね。うん、そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。外の球打った、ファーストの右、ファウルです。外、これはストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。次は今のボールと同じコースにストレート回りだと思いますね。うん、なるほど。まあ、次はボールゾーンに落ちた、空振り三振、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。さあそしてバッターボックスには中田が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、このままの点差で回を終われるように引き続き集中してほしいですね。うん、なるほど、そうですよね。スタンドに入ります。ここはできれば三振を取って。うん、そうですね。次は空振り狙いで落ちる変化球でもいいですね。ああ、なるほど。高めも少しは見せた方がいいですね。低めもより生きてきますからね。なるほど。バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど。そういった配球を要求してくるでしょうか。中間守備で来てますから。強い当たり、ショート取った、二塁フォースアウト、ダブルプレイ、チェンジです。同点のチャンスがあったファイターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、ホークスが1点差を守っています。6回の裏、ソフトバンクホークス、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは内川、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ホークス1点リードで迎える6回の攻撃です。西さん、まず広げていきたいですね。やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。速いボール、膝元決まってストライク、162キロ。打ちに行きました。ワンボールツーストライクです。まあ、ここは狙いも決めつつ、それ以外にも対応する感じ。いい当たり、取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウトです。バッターボックス、イデホ、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球は変化球から入りました。
ライクになります。あっという間に2ストライクです。際どいボール外れました。次が4球目、打ちました。ヒットになった。井出穂、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。5番バッター柳田、ヒットでランナーを一塁に置いています。は外、うん、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。追い込まれてどう狙っていくでしょうか。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。インコースよくバットが止まりましたね。はい、追い込まれていましたがよく選びました。ました。バッターボックスには6番松田、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナー1塁です。初球は何から入ってくるか。いい当たりになった。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁1塁。ここは高めをうまく引っ張っていきました。そうですね、見事に高めを引っ張りましたよね。さあ、ホークス追加点のチャンスを迎えています。このあたりで差を広げておけば余裕を持った試合運びができますからね。なるほど、そうですね。まあ、ただちょっとチャンスや力む場面も見られますから、ミスショットしないようにしたいですね。初球空振りです。目は何で来るか。インコースへ大きく外れます。チェンジアップには反応しません。ボールです。インサイド打った、切れました。ファウル、フェアならば貴重な追加点。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。攻めきれませんでした。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。6回終わって2対1、1点リードはホークスです。小宮山さん、ここまでネット力投が続いているんですが、ベンチもリリーフは考えているんでしょうか。まあ、そうですね、もうそろそろ継投ということで、動き出すんじゃないですかね。そろそろ変え時なのかもしれません。最初は変化球できました。になります。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ、
勝負してくるのか。アウトロー外れます。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。6番バッターハーミッダ、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。松坂、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあまず1球目、入れました、ファールボールです。低めのいいコースに決まった。ノーボールツーストライクです。ここはバットショーのボール球を当てに行きますよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。変化球で空振りを取ります。7番バッターレア、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。大きなスイングですが空振り。スピードボールを持っています。際どいコース外れました。インハイ空振り、ワンボールツーストライク。打ちました。高いバウンド、ファーストゴロ、イデホ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、ホークスが手をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ホークスの攻撃に入ります。西さん、バッター陣としてはこの辺りで1点でも多く追加しておきたいですよね。そうですね、もうちょっと点を取ってね、ゆとりを持ちたいですね。そういった余裕のある終盤を作ることができるんでしょうか。これが1球目、すごい勢いでバットを振ってきます。スピードボールを持っています。変化球がインコースに決まります。ノーボールツーストライク。変化球低めに持ってきましたがボールになります。この球は外れています。打ちました。これはショートライナー。打順は9番細川、大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、打ち返していきました。打順はトップに帰って中村。
ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはアウトコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。併殺狙い、インコースに攻めてきました。4球目は何で来るか。インコースに切れ込む変化球。打ちました。これはどうだ。田中セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。7回終わって2対1、1点リードはホークスです。これから8回ファイターズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。五十嵐がマウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。これから8回ファイターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の近藤。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。膝元へ持ってきました。150キロ。これが4球目。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。バッターボックスは9番中島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。これが2球目。高め外れます。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい。入れました。ファールボール。打ちました。一塁へ。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。いいプレーが出ました。ファインプレーです。ご覧いただきましょう。ここでピッチャーを助けるファインプレーが飛び出しました。いや本当に固い守りでしたね。打順は1番に返ります。バッター西川はここまで打ち安打でいます。2アウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。アウトコースで決めました。あっという間に2ストライクです。3
球目見送っています。ボール。内に持ってきました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、ホークスが1点をリードしています。8回の裏、ホークスの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。背番号30、ハギアが2番手としてコールされています。近藤、そのまま入り、キャッチャー3番。8回の裏、ホークスは代打を送ります。バッターボックスには代打の吉村。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割を、ね、果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球大きく外れています。インコース見送ります。146キロ。改めてお聞きします、この吉村、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。なるほど、そうですか。高めのボール打ちました。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。打順は3番内川。今日はまだ当たりがありません。萩谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド決まっています。いや、素晴らしい球ですよね。ノーボール2ストライクです。外れてボール。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。低めの球外れています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。変化球空振り、ツーアウトになりました。ブルペンが映っていますが、やはり守護神が投球練習始めています。やはり西さん、守護神登場してきそうですね。まあそうですね、当然この点差ですから。初球簡単にストライクを取ります。外れていきます。アウトコース外れます。
まあ、ここは際どいところも打っていきますが、バッター三遊間抜ける、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。このバッティングご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ、ここでホークス代走を送ります。江川がファーストランナーに入ります。バッターボックスは5番柳田、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。球です。これが3球目。ここからは確実に狙っていきたい。よく見ています。でランナー二塁三塁としています。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。バッターボックスは6番松田、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあホークス、リードを広げるチャンスです。いいボールでしたね。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。落ちる球を見極めました。アウトで3アウト、ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。8回終わって2対1ホークスが1点をリードしています。さあ最終回、最後を締めるのはもちろんこの人です。ホークスの守護神サファテ、逃げ切りを図ります。小宮山さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。そうですね、もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、キャッチャーにも注目したいと思う。これが初球、最初は空振りになりました。2球目は何か、空振り、ノーボール2ストライク。高めちょっと外れたか。インコースへ大きく外れます。
ボールになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。これはバット出ずに三振です。ワンアウトです。バッターボックスには代打の飯山。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね、さあ注目しましょう。打ちました、取ってツーアウトです。バッターは4番中田。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、ショートゴロ、併殺打に終わりました。ツーアウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。インサイド落ちました、切りました、ファウルボールです。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、試合終了。ソフトバンクが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、エースを攻略しての勝利というのはやはり普通の勝利とは違いますね。いや本当です、自信もつきますしね、いい試合だったと思いますよ。そうですね、自信になるでしょうね。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークスが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。Mm-hmm.